Let the free show begin. ヒップホップ DNA パネル、今回も前週に引き続きましてツイギーさんをお招きしてお送りしたいと思います。 Yeah. よろしくお願いします。もともと名古屋で DJ のハズさんと一緒にビートキックスというユニットを組んでラップ活動を始められたというふうに伺っているんですけれども、高校生の頃からだいぶそのビートキックスとしていろんなところにライブに行ってらっしゃったっていうのを聞いて、ああそうだね。で、なんかこう今となっては本当にこう SNS がここまで発達してますし、名古屋の高校生やべえみたいな感じですぐにこう広まるような気もするんですけど、当時一体ツイギーさんとハズさんがどういう活動をしてどのようにそのヤバさが全国区に広まっていったのか、ちょっと興味があります。ちょっと知られたっていう感じがあったのは DJ アンダーグラウンドコンテストとかチェックヤマイク ECD が主催してた、はい、に出始めてからで、ファインマガジンにちょっと高校生のラッパーとか言ってそのイベントの取材があって、それの中の一角にこうやって載ったりとか、それでもうやったーみたいな俺たちはね、そうですよね、なんかそんなようなぐらいの、はい、多分規模だったと思う。でいろいろ行ってたっていうけど、それもちろんもうなんか、はい、名古屋の周辺のところに何回かは行った覚えはある、はい、そうだったんですね、うん、当時ってその、まあ、名古屋でも高校生で、まあ、ラップグループっていうかラップユニットっていうのは珍しかったのかなとも思うんですけど、都内とかでも珍しかったんですか、うん、やはり都内は珍しかったと思う、もちろん、うん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 、16、17だったから、はい、ビートキックスとして ECD に呼ばれて、うん、出ちゃいけないよね今考えたら、ね、確かに、まあ、そもそもイベント、はい、いわゆるイベントに出演させてもらってたんですよ、新幹線代だけもらって、それで友達の今フランスに住んでる友達が、絵描きの友達がいるんだけど、彼が名古屋の人で、でその人が先に東京に行ってたから、そこのお家に頼ってよく東京にはそのパブリックエネミー見に行ったりとか、はいはい、45キング見に行ったりとか、そういう時に泊まらせてもらってたんだよね、でそこに行って宿はあるからって言って、で ECD もね、あんなイベント多分お金ないし、はい、で 俺ら高校生だから まるっきりわからないし、そういったこと、うん、高1だったし、うん、高2か、そうそう、だって校内とかでも有名になるんじゃないですか。いや全然ね、それはね、俺は俺で男子校だったし、はい、言ってなかったし周りに、あそうだったんですか、いうぐらいの仲いい子とかもいなかったから、うん、はい、ハズともう一人スケーターの友達がいて、うん、はい、その3人組ぐらいでそういった話はなんかシェアしてたぐらいで、あとはもう言ってもわからない、ラップなんてヒップホップを説明すること自体がもう、うんうん、すごい、そうか、でもそんな時、その時代ってなんかその明確な目標みたいなのはあったんですか、ハズさんと共に。いやもうただただラップグループになりたいみたいな、うんうんうん、なってんのになりたいっていう、はい、状態でストロベリー松本だったかな、はい、なんとかって人がラップしてるっていうのを聞きつけて、はい、だから俺たちがまだラップする前だよね、俺が書く前、うんうんうん、でそのハズが働いてたクラブで、はい、そういうラッパーがいるって言って、うん、で見に行ったらもう英語混じりの、全部英語だったと思うんだけど、はい、よく聞いたらむちゃくちゃな英語なの、へえ、だけどラップしてるわけ、はい、すごい、 で子供だから分かんないし、うん、あかっこいい、すごい英語だみたいな本物だみたいなってなんじゃん、はい、なんだけどなんかその時もすでに伊藤聖子さんとか、うん、タイニーパンクスとかも出始めてきた頃で、はい、近田さんとか、うんうんうん、でやっぱ宝島 QT 文化が始まった頃だったっけ、うん、はい、で藤田博さんとか有名になってきてみたいな、はい、DJ っていうものとか、うんうん、そのカルチャー、ヒップホップっていうもの自体がまだ理解されてなかったんだけど、はい、そういうのがあったから、そうそう、へえ、そこでその、まあ、ラッパーツイギーがこう誕生していくわけですけど、なんかこう東京にじゃあもう上京して、そこからこうまた皆さんと活動をしていくにあたって、なんかどうやって仲間を増やしていったのかな。やっぱりね、ムロ君じゃないかな、ムロ君を、頼って俺は東京に行ったんだよね、はい、でムロ君と一緒に何かしたいっていう気持ちがすごくあって、うん、でさらに
俺は名古屋にいてはダメだって思ったんだよね、はい、でなぜなら東京での方がヒップホップのカルチャーが浸透してるしてきてるっていうのが、うん、なんか感覚的に分かって、はい、でここに行っちゃダメだっつって飛び出して、うんうんうん、でハズにも一緒に行こうって言ったんだけど俺は鳥山明になるって言われて分かったって言ってでとりあえず行ってくるって言ってで室くんいるし、うんうん、でもう室くんいるしっていうのはでかいんだよね俺の中で。いやすごいことですね。でそれは、はい、行ってまあ俺はその関東に住んでたおばさんのうちの離れとかにちょっとお世話になったりとか、はい、あとあの PH フロント、はい、変な訳あって一緒にちょっとしばらく住んだりとか、はい、マンション一室で。で最終的に俺室くんのところに行って、うん、室くんのところに寝泊まりしたりとか、なんかそんなような時代だったんだよペイジャーの時代は。だからペイジャー以前の時代、はいはい、で室くんはクラッシュポッセイをやってたんだけど、その方向性がちょっと音楽的なあれが違うって室くんがぼやき出して、うんうん、で俺もクラッシュポッセイもちろん大好きだし、はい、クラッシュポッセイが一番だと思ってたから東京で、うんうん、で、あそうなんだってちょっと不思議な感じがしたんだけど、次なんかやろうよって向こうも言ってくれて、はい、あやろうやろうっつって、でマイクロフォンペイジャーを作って始めたんだけど、でそこで現場で行くでしょ、そしたらやっぱりいろんな、はい、うんうん、いらっしゃる、あのチェックやマイクの時にもいたんだけど、チェックやマイクの時にほぼやっぱりあのビートキックスのっていうのではちょっと知られてたんだけど、はい、室くんと行くことによって、うん、ああ室んとこのっていうふうにみんなが認識するようになって、うんはい、で、あ名古屋から来たみたいな、はい、でだんだんそういうのが名古屋とか室とかが取れてきてみたいな、うん、そうか、え、それでマイクロフォンページャーをもう結成してアルバムを出した時なんかはもう、あ、東京で俺の居場所が確立されたなみたいな、そういう手応えはありましたか？あ、そうだね、うん、安泰ではないけど、はい、もちろん生活もカツカツだったし、バイトして、うんうんうん、で夜もね遊び行ってみたいな、はい、結構大変だったんだけど、でもそれよりもなんか本当によく生きてられたなって思うんだけど、うんほとんどなんか音楽をやってた時代で、はい、うん、なんかこう今回も改めてやむ町、やむ町ってやっぱまあなんかこう私も定期的に絶対に聞き返したくなる一曲ではあるんですけど、うん、なんかこう曲の中で歌われているメッセージがもう2020年ないしは2021年になっても全然なんか色褪せないし、逆に今の方がなんかこう曲の文脈に合ってしまってるんじゃないかって思うぐらい の鋭いもうリリックにあふれた楽曲だなと思っていつも聞き返しているんですけど、ちなみに室さんとはあの楽曲はどのようにしてテーマであるとか、じゃあ最初のバースは室さんで次がツイギーさんでっていうのはどういうふうに作られた楽曲だったんでしょうか？やっぱりあの時って90年代の真ん中ぐらいだったっけな、はい、世紀末思想がすごい ありましたね、蔓延してて、ノストラダムス的な、はい、そうでプラスそれに合わせて、ね、オウムの事件があったりとか、はい、なんかかんか核実験があったりとか、うん、なんかそういうのがすごいあった時代で、はい、多分そういった事件じゃないけど時事的なそのバッドニュース的なこととかはやっぱり、はい、室くんもずっとそういう のメッセージに入れてきてる人だし、うんうん、で俺もやっぱりそういうことを歌うことの重要性を分かってたから、はい、で音ももちろん、うん、なんか全部一気にそれが2人ともガーンと来たんだよね、はい、それで作ろうって言って、だからなんか本当マジックかかったみたいで、全然あんまりちゃんとは覚えてないんだけど、はいはい、作るきっかけになったっていうことは、うんうんうん、こう長く愛される名曲って言ったらすごい薄っぺらい言い方になってしまいますけど、そういうのを今も感じることありますか？いやでも多分、はい、いや嬉しいことですよ、うん、そういう力を持ってんだなと思うし、本当に間違いないと思いますし、やっぱりもうツイギーさんのライムもフローも リリックもやっぱ全部他の人と全然違うなって思いながら聞いてて、なんかその90年代、私が自叙伝16小節を読んでちょっと意外だなって思ったのが、3品キャンプの直前に海外に行かれて、はい、で帰国したらなんかこう日本のヒップホップを取り巻く日本の状況がちょっと変わってたみたいなことを書いてらっしゃって、あそうだったんだと思ったんですけど、その時なんかどういうお気持ちだったかっていうのをなんかもしよければ。いや普通に、ね、あれはちょっと
こう生理的に受け付けられなかった感じがあってどうしちゃったの、はい、って思って そ,、はい、そのたった何ヶ月か、ね、行ってた間に、はい、もうすごいことになってるよってみんなが口々に言って、うん、もう卒業だねっていう人もいたし、そうですかその、はい、安泰だねとか、うん、やっとだねとか、はい、もうカリスマ扱いだよとか、うんうんうん、レジェンドって言われてるよとか、うん、もう今まで聞いてこなかったワードが一気にバーって押し寄せた感じで、はい、まあ表立ってメディアにも見えるようになってくるし、自分にもそういった話が来るようになって、はい、ちょっとあんまり自分としては本意ではなかった形でそれが訪れたタイミングがって感じで、はい、ちょっと受け入れられなかった時期もありました、はい、なるほど、うん、なんかどうやってご自身の中でバランスを取っていかれたんでしょうか。バランス取ってなかったと思うね、うん多分取れてなかったと思う。そうですか。なんとか綱渡りしてたような、はいはい、でもその中でやっぱりあのヒップホップの持ってるそのマインド的に、はい、あのセルアウトはいかんみたいな、うんうんうん、セルインしちゃダメだっていう気持ちはなんかずっとあって、はい、そこはなんかアンチっていうか、はい、それがずっと作用してたのかな、ツイギーはとは、うんうんうん、思いますね、うん、ツイギーさんの中でこっからはセルアウト、ここまでは OK みたいな、そういうのって明確にこうありますか、境目が。いや、単純に自分のスタイルを変えることだと思う、それによって、はいはい、自分っていうその例えばツイギーはツイギーっていうアーティストだし、うん、その色があってそのメッセージや発言や格好もそうだし、うんうん、それが全部あのメッセージであって、はい、それをと違うことをやること、うん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 、それがあのなんだろう、違わなければ俺はいいと思うんだ、うんうん、なるほど。それはなんか最近よく言ってるけどレコグナイズ、はい、うん、いうことだと思うから、はい、どんどん入っていけばいいと思うし、なんかそこはセルアウトっていう概念には入らないんじゃないかなって最近はちょっと、最近はっていうかここ何年か思う、はい、そうですか。特にその3便以降の話もそうですけど、特にここ数年また日本のヒップホップってどんどん大きくなって、どんどん若い子が増え、まあ、アーティストが増えてきてっていう、でそれこそテレビとか CM とかにも出るアーティストなんかも増えてきてっていう感じがあるんですけれども、うん、ツイギーさんはなんかどういう見てらっしゃいますか。もっと行ってほしい感じ、はい、もっと行けばいいのになって、はい、なんかその行き具合が、はい、あここぐらいかっていう感じなところがずっとやっぱり日本はあるような気がするから、そうかもしれません、そこにみんな甘んじてるっていうか、はい、うんうんうん、それ以上はないのかなっていうふうに思わせちゃうアーティストには俺はなりたくないなと思ってるし、はい、そういうことをしてはあんまりかっこよくはないなと思う。私も自分がその99年ぐらいにツイギーさんとジブラさんとデブラージさんがあのもしのカスラさんのイラストのナイキのコマーシャルソングを担当してらっしゃって、めちゃめちゃしびれて VHS にもう録画いろんな これはナイキの協賛なんじゃないかみたいなあのバラエティ番組とかをランダムに録画して、でもう VHS に取りためて、あやっと3人分コンプリートしたみたいな。でも音がすごい小さかったよね、あれね。小さかったです、うん、でもう超必死に聞き取ってリリックをなんて言ってんのかなっていうようなことをしてたので、なんか今もだからもちろんテレビをつけたらラップが CM で流れてくるような状況ではありますけど、うん、きっとまあかつての私みたいにそうやってやべえって、うん、ね、テレビから入る、うんうん、こうもしかしたら増えてきてるのかなというふうにも思いましたし、で、まあ、今回もウェイキングライフというアルバムを出されて、今後杉さんにのせ、なんか杉さんの人生において音楽創作活動というのはもちろん続けられる。あ、もちろん、はい、はい、続けてもいいですか。すいません、こんな質問の仕方になってしまって恐縮です。はい、そう、このアルバムの後、はい、というか、まあ、ちょっとこれを聞いてほしいんですけど、はい、ベイキングライフを、そのあと冬、来年かな、はい、にはちょっと新しい
スペシャルなちょっとアルバムがまた用意されていて、そうなんですか、超ビッグな人と一緒にやってるやつがあって、それは同じヒップホップの中で、そうです、あらららららら、はい、でそれも、はい、あの予定してるんで、お一応ちょっとまだ終われないなっていうのは、はい、終わらないでください、はい、もうアルバムごとにすごく明確なコンセプトであったりとか、はい、音像というかサウンド感があるなって毎回聞いてるんですけど、今後なんか音楽的にチャレンジしてみたいことっていうのはありますか？今、バンドでウェイキングライフを再現しようと思ってやってて、はい、でそのバンドメンバーとももちろんなんか新しいサウンドを作って、うんうん、曲にしたいなっていう思いはちょっとありますね。ちょっとバンドでもぜひぜひ聞きたいと思いますので、またちょっと次の新作も楽しみにしています、はい、というわけで、2週にわたってツイギーさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Niggas don't even check to see where I'm at. I really hate this rap shit sometimes, 'cause true friends are really hard to find. On a scale of 1 to 10, anxiety be on 9. Sorry but not sorry, I just really need some time. Sometimes I make plans and don't show up 'cause I be tired. Then you make assumptions, but that's not the reason why. My communication sucks, but you know that I tried. You just want good morning texts, but I'm just not that guy. Sorry I'm so dry, so much on my mind, had to wipe my eye. But I ain't